ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインです。うんうん、本日のお客様をご紹介いたします。はい、およそ2年にわたり、新型コロナ治療の最前線に立ち続けていらっしゃいます。宇都宮市インターパーク倉持呼吸器内科院長倉持仁さんです。お願いします。はい、えー。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。先生の方の病院の現状をお知らせいただけますか。 はいあの年が明けて、ですね会社が始まったり、学校が始まって、ですね、うん、この1月からは急速にやはり感染者、陽性者の方がもう200人近く出てるような状況なんですね。はい、ですからあの、もう外来もあの患者さんが来てもなかなかこう車も止められないというような状況で。 駐車場がいいっぱいす、はい、駐車場が100台ぐらい止められるんですけどそれでもいっぱいになってしまって、まあ、ちょっと医療機関のキャパシティをまを超えているぐらい、受診する方が増えています、うんうんえー、それは大体がオミクロン株だということになりますかね。 えーとですね、今のところはあの、風邪症状でいらっしゃる方と、それから接触者の方ですね、はい、コロナの方が職場で出た、学校で出た、保育園で出たということで、はいはい、受診される方がいて、今のところ陽性率は2割から3割ぐらいですので、うん、え全員ではないんですが、かなり今までとは様相が変わってきていますあー、えー、とそれでもオミクロンは、あのー 一般的な意見ですけど、重症化するのが少ないんじゃないかっていう意見が街にあふれてますけどもはいあのいわゆるです、ねうん、肺炎を起こしてこないということは、はい、あの確かなことなんですね、まあ、もっと正確に言えば、ですね起こしてくるんですが、うん、軽微、軽い方が多いです、起こしてもですね、うんうん、ただ、インフルエンザよりは明らかに肺炎を起こす率は高いですし。はい 一方、今、入院病床、全部で17あるんですけれども、実際に入っている方は5名ぐらいで、余裕がある状況なんですね。ですから、デルタ株の時のように、肺炎があって、もう死にそうなのに入院させられないっていう状況とはまた違って、ですね次から次へと患者さんが押し寄せてくるんだけれども、どうなっちゃうんだろうなっていうような感覚で今、いますね。 病院で診察を受けて、感染してるけど、症状の軽い方みたいなのは、どういうふうになるんですか、そうなると。はいあの、その後はですね、保健所さんに連絡をして、報告をしてですね、はい、そして保健所さんが病状の管理をしていくっていう形になっていてですね、一方、その受診した段階で、うん、例えば若い方でも、 お動けなくなってしまったり食事が取れなくなった歩けなくなったりなんて方は、うん、その場でそのまま入院っていう措置を取るんですが、はい、基本的には保健所さんの方で健康観察をしているようですが、うん、数がもう増えすぎていますので、はい、なかなかちょっと細やかなところまではできてないので、うん、どちらかというともう病気が軽く済むようにっていう。 神頼み的なような感じになっちゃってるんじゃないのかなと思うんですね、あのー、これを治療するのにモルヌピラビルっていう薬があるっていうふうに伺ってるんですが、はいはい、でそれは先生の方はではどういう処方をなさってるんですかはいわれわれの施設では、まあ、検査をして早くてその日の夕方ですね、はい、で午後に来た場合には翌日に結果が分かりますので。はい その段階では保健所さんがどちらかというとどの方に治療するかって決めてるような状況になってるんですね。うん、で、我々のところでは、その経口治療薬は、はい、あ3人分だけあるんですけれども、はい、一方、1日に多い日ですと40名とか陽性になるので、薬が足りないんですね。で、実際にはソトロビーマブっていう点滴の治療薬があるんですが、はいはい あ,あ我々が見て、えーうん、そういうふうに重篤な状態の方には、そういう点滴の抗体療法ですね、うん、これはオミクロン株にも有効性が確認されていますので、うん、主にその点滴の薬を使って治療していますはあで、そうすると、もう基本的にはそのモルヌピラビルっていうのは、もう3個しかないと。3個しかないですし、その後の経過観察が、みんな保健所さんが行ってくださってますので。はい 我々ののところには患者さんの病状が分からないんですね例えば、接触者でいらっしゃってですね、はい、でその段階で PCR 陽性で診断をしてもその後保健所管轄になってしまうので我々のところには何の情報も入ってこないので、うん、投薬すべきなのかそうじゃないのかということも判断ができない分からないんですね。 えー、それじゃあ、保健所とよっぽど密になってないと、一般病院は薬も手に入れられないような状況になっちゃいますねそうですね、今のところ、そういう運用になってしまっていますので、で少なくともおデルタ株が流行るう5波の前半は、ですね宇都宮市の場合は一度感染。 確認された方は医療機関に1回入院をして、うんで、そこで検査ですね、血液検査や CT 検査を受けて、大丈夫であれば保健所さんにお返しするというような運用をしていたんですが、うんうん、もう今は毎日数が100人近く、50万人の人口で100人近く毎日出ているので、はい、そういうキャパシティがもうないんだと思うんですねじゃあ、そうなってくると、正直、この感染爆発に、 うまく対てできてないにそういうことになりますね、我々ももう目の前の患者さんたちのことしか、はい、あの見えませんし、その先はもう霧の中で、うん、やはり保育園とか小学校、中学校と、子どもの感染が増えているんですね。はい でちょろちょろと今度、高齢者の方の感染も出てきているので、はい、やはり体力のない子どもやです、ね、うん、あるいは基礎疾患がある高齢者の方で、ワクチンの効果があまり今回、見込めないという状況ですから、うん、そういった方たちに感染が広がると、ですね非常にこう高齢の方は高熱出ただけでももう、うん、あの動けなくなっちゃうようなケースは多いですので、うん、ここからがちょっと心配ですね。はい まあここまであの病院の状況現場はもう結構大変な状況になってるっていうお話ですね一方都とか国とかあ今度地方自治の方に話をちょっと持っていきたいんですけども、はい、えっと今の状況で先生は子どもたちそれから、あのー、お年寄りとそれからもう一つ別、はい、あのお話にはなりませんでしたけども妊婦さんが感染した時に <laughs> 重症率が高いっていう記事が出てたわけですね、はいはい、こうなってくると、こう今、国はこうどういう対処をしようとしてるのかなと、はい、まず子どもたちの接種の問題は、どうしたらよろしいですか子どもたちへの接種、そもそもそのワクチンの効果についてなんですけれども、うんはい、少なくとも今回のオミクロン株に関しては、3回接種していないと、 そういった効果があまり見込めないということですから、はい、今の段階で子どもたちにすぐ打ったとしても、うん、やはりこれはちょっと先の話になってしまうと思うんですね。ですから今は2回接種が終わったですね高齢者の方を優先的に接種をしていただくっていう方うが今の問題に関しては、うん、あの有効なのかなというふうに思っていますね。はいえー、っとそのの回目の、ねはい、自衛隊なんかが動いて はい、やろうとしているわけですが、はい、これは早いんですか、遅いんですかえとです、ね、基本的にはやっぱり残念ながら遅いと言わざるを得ないと思うんですね、うん、でなぜかというとです、ね、日本はこの2年ですね、はい、きちんとあのコロナに対するデータの集積っていうのを怠ってしまった面があると思うんですね。はい 例えばワクチン接種8か月でいいって言ったのも外国が8か月って言ってるから8か月にしようみたいのですねやはり自国でちゃんとどういう変異株が流行ってきていてそして自国に今持っているワクチンや薬がですねどのぐらい有効なのかどうかっていう検証を自分たちでちゃんとやってですねその上で、えー 例えば1週間前のデータをちゃんと集積して、それを政策に生かしていくみたいな感じの視点が全く欠けているんですね、うん、でなんか増えたからなんか、その時になってやろうということで、今、短期的な処置は、例えば空港の検疫の、はい、入国制限したりとかですね、ワクチン接種を、を、まあ、遅かったものを前倒ししたりとかですね。うん あのまあ、頑張ってる面もあると思うんですが、一方ですね、うんはい、やはりそういう中期的な対策、長期的な対策は、やはりワクチンをどうやって確保して、うん、どういうふうにそれが打っていく対象を決めるのかっていうデータを集めなければいけませんし、もともと言えば、空港のところにちゃんと隔離の場所を作っておかなかったっていうことが根本的な問題であり。うん やっっぱりそういったそのコロナに対して検査体制、隔離体制そして治療の供給体制とこの3つが必要だよってことが言われているんですがやっぱりその3つに対してやっぱり真摯に、つどつど対応してこなかったっていう点はですね、これから 改善していっていいいいいったただきたいなという,ふうに思いますねそれはやっぱり在日米軍の問題も含めておっしゃってますかそうですね、在日米軍の問題も多分あの、以前にも同じような話題になったことがあったと思うんですけれども、うん、何か沖縄が起こっただけで、そのままあやふやにしてしまった面があると思うんですね。うんうん、ですからやっぱりそういうい目の前の前問題 がですね、これ、コロナはつどつど問題点を変えてくるので、なかなか対応は難しいんですが、はいうん、やはりつどきっちり対応して、次に備えるっていう姿勢にしていかないと、うんうん、このコロナ問題っていうのは永遠に解決しなくなってしまう面があると思うんですえと一方、とはですね、マンボウですか、はいえー、その後の緊急事態宣言。 2つ伺いたんですが、1つはこのマンボウの効果っていうのはどのくらいあるのかっていうのが1つ、このマンボウを出す時期や、はい、感染が20%超えてからマンボウ出してもなって僕は思うんですけど、はい、この辺の対処の、とや国の対処の仕方はどんなふうにお考えですか、はい、あのやはりこれもです、ねうん、今まで決めてきたことをです、ね、ただ他に出すものがないからやって っているっってていいいうううだけの面っていうの面否めないと思うんですね、うん、ですから大竹さんおっしゃいますように、うん、あのもっと早い段階である程度制限と保障っていうものをしっかり出すとか、うん、逆に今はもう会社とか、うん、あるいは学校とかで感染が広がっていますから、うん、あので一方その病床使用率はオミクロン株の場合幸い少なくて済む面っていうのがこれ新しく出てきた点ですから、うんはい、やはり現状に即して柔軟に 変えていけるやはり準備っていいいううううかそにはなんんだと思うんですねですから至急そういう現状を見て現状に合った体制の構築っていうのがやはり求められてるんだと思うんですね。うんまあ、国はコロナ対策と経済の対策と両方をやんなくちゃいけないっていうせめぎ合いの中でやっていますけども。 なんかそれでも、このなんかマンボウっていうとちょっと飲食店業者とかね、はい、まあその辺だけ集中的にみたいな感じになってて、学校とか、それ以外のシステムとか、いろんなあるところには、そこの場所で決めてくださいみたいな感じになっちゃってますね、確かにあの、なんか全部自治体に投げとか、学校に投げとかっていって、こういう。 まあそういう、あのなんていうんですかね、小さな政府といいますか、そういう方を目指しているのかなと思ってしまうんですが、やはりちょっと人と事というか、人任せになっちゃってる面があって、うん、国がやっぱり強いリーダーシップを取ってです、ね、指令は出していただきたいなっていうふうに思いますね感染者が増えればですね、まあ、その感染して治っても、後遺症が。 はい、かなりあるというふうに伺っています、これは、はい、あのオミクロン株でも、例えば感染したけど無症状だと、はい、無症状で治ったとしますね、こ、はいはい、ういった時にも、この後遺症っていうのは出るんですかあのです、ね、まだオミクロン株の患者さんに関してはです、ね、われわれもまだ外来できちんと見たことが、まだあの日が浅いのでないんですが。はい 今までのコロナ1波から5波までを見ていますと、うん、基本的にその患者さんの自覚症状ありきで、その物事の話が進められちゃってると思うんですね、はい、つまりそれは、本人が症状なければ治ったんだっていうふうにして、されてしまってるんですが、実際に外来できちんと例えば、肺機能検査とかをすると、ですね肺炎がなくて、軽症だったっていう方でも、呼吸機能障害を起こしていることはもう普通にあるんですね。 だから、気づいてない方、かなりいます、うんうん、でそれに気づいてあげて、あの説明をして、理解していただいて、治療して良くなっていくっていうケースは、うん、あの当院ではそういうふうにしてるんですが、うん、結局その、そがんの治療を考えるとよくわかると思うんですが、はい、いやいや、肺に影があっても、自覚症状ないから大丈夫ですよとは誰も言いませんよね。そうですねやははり病気のの質が、うん、コロナの場合は ひどい肺炎があっても自覚症状がない方さえいたんですねですからやはりそういう今の,あの少なくとも自治体や国がやろうとしている人はですね症状で軽症とか中症とか重症とかに分けてそして酸素の数字だけ測って分けてその重症な人だけ治療すればいいよっていう非常にこの短絡的な 戦略でずっと来てしまったんですねしかし実際はやはり医療がそこに介在をしてきちんとお医者さんが所見を取ったりあるいは検査をして本当に大丈夫ですよっていうのかあるいはあなたは症状ないですけれども実はここが悪いですからちゃんとしましょうねっていうのがあの日本の医療のいい面だったんですが、まあ、そこがなかなかこう,うまくできていないのでコロナの後遺症に関しても 気づかれててないいい点っていうのはたくさんあると思いますですからオミクロン株も今後注意してそういう、まあ、そういったところを反省してですね、うん、そういう医療供給体制っていうのはやはり準備していくべきだと思うんですね、はいえー、と先生の方でこれから国とか県とかに望むことどうすればこれが どう静化していくのかっていうようなことを、お望みのこととお話をしていただけますか一つはです、ね、やはり PCR の検査をです、ね、はい、今のようにこう個人任せではなくて、きちんと、うん、検査をして陽性であれば、ちゃんと法律も作ってです、ね、うん、患者さんたちが困らないように受診できるような仕組みであったり、社会制度ですね。うん、例えば、うん インフルエンザだったらもう5日、法律で決めてなくても5日間休むよっていうのはこれ社会的なコンセンサスが得られていて休む方もちゃんと休めますし会社側もそれに対して許容できるっていう体制ができていると思うんですがコロナの場合は例えば検査だけしてもじゃあ、ちっちゃなお子さんを持ったお母さんがお子さん、熱でコロナかもしれないから検査しようって言ってもいや、そうすると私パートで仕事に行けなくなっちゃうんであの検査したくありませんみたいなケースもあるんですね。ですから そういう細やかな点までやはり社会的なあ枠組み作りとかルール作りっていうのをですね、うんうん、これからしていっていただいて、まあ、あのかかる方も別にあの意図してかかったわけでは全然ないですし、うんまあ、今回のオミクロン株に至っては誰がかかってもおかしくないと思われますから、うんうん、やはりそういう方向にですねみんなが安心して暮らせる社会づくりができるような方向にですね、うん、国や自治体は あの、していっていただきたいなというふうに思いますね。うん、私たち、これ、どんなふうに。なんか、迎え撃つというか。はい。国の、してる、くれることに、もっと注文していいのかとか。はい。悩むことも多いんですが。はい。あの、先ほど、やはり。うん 申し上げましたように、今まで一波から五波までいろんな問題点があったわけですね、検疫の体制、隔離施設の問題ですね、あるいはじゃあ、言うことを聞かない若者にどうやって隔離に協力してもらうかとか、あるいは熱効率がいい換気扇の開発を、例えばそこに補助金を出して国を挙げて行っていくとかですね、あるいはついたてなんかも、そういう高性能なついたてですね。 そういったものが今、開発されようとしてたりする企業面ではそういうところがありますから、やっぱりあのコロナ、ポストコロナの時代に向けて、ですねやはりきちんとした感染対策があの、国がやっぱりリーダーシップを取って、ですねそういったものに補助金を出したり、開発費用を出したりですね、あるいは先ほど言ったワクチンがちゃんと効くのか、日本人に対して打った方がいいのか、そうじゃないのかっていうのを、自国できちんと検証できる。 体制づくりですね、はい、そういったことを一個一個丁寧にやっていって、うん、その場しのぎだけで済ませて、うんうん、選挙だみたいなのはよくないと思いますね業界で2類から5類にという議論がありますね、はい、これはどういうふうに考えたらいいんですか 2>,、はい、あの2類の状況では、保健所さんが見切れなくて、うんえー、医療に容易にアクセスできないという問題がある一方ですね。はいはい 今、5類にしてしまうと、経済的に困窮する方や、あるいは先ほど言った、仕事が休めない方が、やはりお金がなくなってしまうと、コロナでも仕事に行ってしまったりとかって、そういう状況になりかねないので、感染拡大を抑える、環境が整っていない状況だと思いますから、やはり2類と5類のいいところを,を合わせて新しいコロナに、 あったものを作るべきだと思うんですね、はい、少なくとも風邪と一緒だとか、うん、インフルエンザと一緒だなんていう方いらっしゃると思うんですがこの3年もインフルエンザは今まで皆さんがいろんな感染対策をしてきたので、うん、ほぼほぼ今のところいないんですね。うん、ですからやはりこういう新しいコロナというものと向き合ってですねそれに対する社会的な ああそれはああそういう環境であったり、居住環境であったり、あるいは社会的な制度であったりですね、うん、そういうものを整えていった上でで、すね五、うん、類のような扱いにいずれなっていくんだと思うんですね、これは治療薬もワクチンもそうだと思います、うんうん、今のところは二類に留めておいた方がいいというお考えでよろしいですかそうですね、はい、それだと、五、まあ、類になったらね、もうお金もたくさんかかるようになっちゃいますしね。そうでですね、はい、類の中で これから、まあ、今後、これを2類、5類のことはもっとよく話してからやったほうがいいんじゃないかともう一つだけ、うん、まあ最後になりますが、はい、まあオミクロン株、はい、もう本当に身近なところまで来ています、はい、それぞれ個人、私たちにできることはな、はいうんでまずはです、ね、今の時期はです、ね、お友達とかとの会食や飲食やです、ねうん、旅行、そういったものはやめていただいた方がいいという点が1点ですね。うん それからもう一つはあやはり体調ちょっと悪いなっていう早い段階で今までのように7度5分4日間待たないでですね、はい、早い段階で医療機関を受診していただいて、うん、検査を受けていただいて、うん、陽性であれば家族にうつさないように気をつけると、うん、でそうしていればですね多くの方は、うんえーまあ喉が痛かったりしんどかったりはするんですが命を取られるというところまで行く方はそんなにいないので、うん、あとはそういう うう体調悪い方ご家族で出た場合にはまあ、きちんと経過を見てあげて心配があればやはり医療機関につないでいただくとそれはお友達だってそうですね,そう,ですねそういうふうな環境を、はい、孤立を防ぐっていうようなことで対応していただけたらなと思います、うん、はいはいそうかういはいありがとうございますお時間ですはい先生あのお体大丈夫でしょうかはい大丈夫です私も今のところはありがとうございますおとりさんついただかないとはい。<laughs> いつもありがとうございます。ねはい、はい、ありがとうございます、えー。今日はありがとうございました。最後に、あの、うん、倉持先生の本のご紹介ですはい、はい、お願いします。絶賛発売中、倉持人のコロナ戦記。はい、早期診断で重症化させない医療で患者を救い続けた戦う臨床医の記録。 泉町処方から税込み1 9八十円ですコロナ治療最前線の現場から見た患者放棄と政治の無策の実態医療現場から見た後世に残すべき記録としてコロナ対策の検証資料として出読の一冊ですそして今日はゴールデンラジオをお聞きの方五名様にこちらの本をプレゼントいたしますご希望の方はおはがきでご応募ください宛先です 郵便番号1 0 5 8 0 0に文化放送大竹誠とゴールデンラジオ倉持先生の本プレゼントの係郵便番号1 0 5 8 0 0に文化放送大竹誠とゴールデンラジオ倉持先生の本プレゼントの係まで住所 お名前、年齢、電話番号をお書き添いの上お送りください。さらに倉持先生、ツイッターでコロナに関する最新情報、ほぼ毎日発信されています。こちらもぜひチェックしてください。今日のゲスト、倉持仁さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。